注意。うんたらかんたらいかやく。それではゆっくりしていってね。今回の内容はエルプールル号遭難事件。日本とトルコをつなぐ美談として有名なお話だよ。オスマン帝国はオスマン、パシャ司令官率いるエルプールル号を小松宮来訪の統領と海軍の訓練を目的に派遣。一行は明治天皇に謁見し目的であった勲章その他を贈呈。目的を果たした一行は1890年9月15日横浜港を出港。この時日本側はエルプールル号が老朽船であり不安に思ったことから出港延期するよう説得したんだ。がオスマン、パシャは勅命が下っていることを理由に出港。そして台風に遭遇、嵐によって船は制御不能に陥った。9月16日カシノザキ灯台下の船甲羅岩礁に衝突。将兵たちは海に投げ出され多くの犠牲者が出たんだ。生存者はわずか69人、500人以上の犠牲者を出す大惨事に。この時大島村、現串本町、の人たちの献身的な救護が行われ日本中から多くの義援金などが寄せられたんだ。で生存者は軍艦、比叡、金剛、によって無事祖国へ帰国。これがエルプールル号遭難事件の顛末だよ。で100年くらい時間は飛んで1985年。この時イラン、イラク戦争の真っ最中。そして3月17日イラクのサダム、フセインは突如、今から48時間後イラン上空の飛行機を無差別攻撃する、と宣言。この宣言にイラン在住の日本人は危機に陥った。日本の民間航空は労組が危険であると拒否、自衛隊は当時の政治状況で派遣できず。他国は自国民で手一杯だったことからイラン首都テヘランに日本人は取り残されることになったんだ。この時トルコが救いの手を差し伸べ日本人を救助。私たちはエルプールル号の借りを返しただけです。こういう理由でトルコは日本を助けたんだ。今回はこの感動秘話に隠された裏話をしていくよ。戦術の通りオスマンが日本にエルプールル号を派遣した理由は小松宮来訪に対する統領、海軍増強のための訓練というもの。が後者は当時のオスマン海軍は海防の方を重視していたことから名目上のものとなる。これらの理由は表向きで本心は別の部分にあったんだ。条約締結交渉かと言われると実はそうでもない。国交締結交渉の始まりは日本側。1875年に寺島宗則外務卿が提案したのが始まりだよ。そして1881年から交渉開始。が日本は欧米との条約改正交渉中であり同じ不平等条約下のオスマンと対等関係を結ぶのは交渉に悪影響が出るかもしれない。そういうわけで日本側は列強諸国と同様に最恵国待遇を主張。がオスマン側からすればこんなことは認められるはずもなく。また当時の皇帝アブドゥル、ハミト2世は日本に関心はありつつも日本と国交を結んだところで利益にはならないと見ていた。そういうわけでオスマン側は日本との国交締結交渉には消極的であったんだ。だからエルプールル号派遣の時に国交締結交渉が行われた形跡はないよ。結局オスマン帝国時代に国交を結ぶことはついになかったんだ。では本当の目的は何か。オスマン、パシャが本国に送った電報からその一端が読み取れるよ。至るところで大歓迎を受けている。ボンベイで、コロンボで、3万人以上のムスリムの訪問を受けた。艦のシンガポール到着以来千客万来である。ムスリムの軍港たち、有力者たちがスマトラやジャワから駆けつけた。私と子孫たちは毎日招待を受け、モスクでの歓迎ぶり、ムスリムの心情、スルタン陛下への祈りは筆舌に尽くしがたい。また12月29日のシンガポールからの報告書にはこのように書かれている。スマトラとジャワのような大きなイスラム国家に住む人々は、宗教の保護者にして偉大なカリフタルアレスルタン陛下と、信仰とシャリアの強い絆で結ばれているので、帝国間のシンガポール到着は、強い信仰心を持った現地の人々を想像を絶するほど喜ばせた。オスマンの本当の目的はカリフの権威のアピール、そして反イスラム主義の宣伝にあったんだ。この反イスラム主義とは何ぞやって話だけどイスラム世界は西欧列強諸国の構成で次々に侵略されていっている。それをムスリムの団結で跳ね返そうっていう運動のことを指すよ。またオスマン帝国の皇帝はムスリムの指導者のカリフも兼ねておりインドや中央アジアなどのムスリムはカリフを信奉していた。そういうわけでアブドゥル、ハミト2世はこのように述べている。イスラムの連帯が続く限り、普通、ロ、ランは我支柱にある。なぜなら彼らの支配下にあるムスリム国家においてジハード、聖戦、を起こすのはカリフの一言で十分なのだから。そういうわけでオスマンは衰えたりといえども未だに十分な権威は持っていたんだ。がこれを気に入らないのがおなじみイギリス。イギリスは植民地に多くのムスリムを抱えており反イスラム主義は脅威と感じていたんだ。そしてそのムスリムのトップはカリフでもあるアブドゥル、ハミト2世。ただカリフの手綱を握ることができればうまくムスリムを制御できるかもしれない。
こうして浮上したのがアラブ人からカリフを擁立するというものだった。そういう動きは当然オスマンの脅威として映るわけで、またオスマン内の非ムスリムの地位向上はムスリムの不満を高め、西欧列強諸国に追いつくために進められた西欧化改革はカリフなどの伝統的権威の根幹を大きく揺るがしていた。そんなわけでここで一挙国内外のムスリムに対しカリフの権威をアピールする必要があったんだ。ただ重要なのはアブドゥル、ハミト2世はそこまで反イスラム主義に入れ込んでいたわけではない。というのもイスラム改革主義者のアフガーニーをイスタンブールに招いたけど一切信用せず出版もさせず地位も影響力も与えなかった。こんな感じでアブドゥル、ハミト2世はオスマンの国益のために反イスラム主義を利用していたんだ。ここからエルプールル号の話に移っていくよ。1889年、アブドゥル、ハミト2世が日本に使節団の派遣をしたいとの意向を示し大宰相が海軍省に5つ、どの船がいいか諮問。2月25日に海軍省は4月初旬に木造フリゲート艦エルプールル号がいいと回答。が各方面からこの船で大丈夫なのかと派遣反対の声が噴出。そんなわけで船の調査を命じられたりそもそもエルプールル号派遣が中止されようとまでしていたんだ。で海軍省は調査団が船を調査した結果大丈夫とのお墨付きを得たとして予定の出発日6月4日が迫ってるから許可を要請。しかし方々から派遣反対の上層が出たことから許可は下りず。結局6月3日にエルプールル号が道中の事故で派遣が失敗したら名誉に関わるとして代替艦の使用または船の完全な補修を命じられたよ。が海軍側はエルプールル号に固執し7月8日、この船は大丈夫と回答。こうして7月9日に問題があれば整備するという条件で出航の消極が出されたんだ。でここで一つ疑問が生じるかもしれない。なんでこんなに派遣が反対されているんだ、という点。というわけで当時のオスマン海軍について見ていこう。最初に結論から述べれば当時のオスマン海軍はあまりにもひどい状態だった。エルプールル号遭難事件の生存者を送り届けた軍艦混合の海軍士官によると木造艦は旧式だし鋼鉄艦は腐食している。また別の資料の日本人士官によるとオスマン海軍は腐敗していて実用に値しないとのこと。当時のオスマン海軍の中で練習艦に適したフリゲート艦はわずか4隻、うち1隻は修理中。エルプールル号も寒冷26年の木造船とまさにボロ船だった。それでもエルプールル号は1888年に改装されたばっかで一番マシな船だったんだけどね。そういうわけでオスマン側にはエルプールル号くらいしか選択肢がなかったということだよ。がその肝心のエルプールル号も大丈夫かと言われるとそういうわけでもなく、スエズ運河通過中に2度も事故を起こした上に修理に20日も要したり、横浜に停泊したエルプールル号を見た日本海軍士官の感想はというと、艦隊の修繕は不十分、特に機関は十分な修理をしなければ遠洋航海はできないと述べるほどだったんだ。こんな贅沢だけど実は先々代アブドゥル、アジズの時代の海軍はフランスに並びイギリスに次いで世界2位の地位だった。ただし艦隊整備には当然莫大な金がかかる。で衰退中のオスマンにそんな大金を出す余裕はなく財務省は猛反対。がアブドゥル、アジズは軍艦を買うため借款を強行。この無理な借金はオスマンが破産した一因となったよ。でせっかく大枚はたいて用意した海軍が役に立てばいいけど全くそんなことはなく。というのもトルコ人は海軍に不慣れで基本的に北アフリカ沿岸部やギリシャ人に人員を依存していたんだ。がこれらが切り離されたことで海軍は人材不足に陥り外国人を雇うことに、で海軍が頼ったのがイギリス人だった。がこのイギリス人に頼りっきりだったことで海軍はイギリスの手の上にあり使い物にならず、じゃあ使い物にならない艦隊なんて捨てて平和主義を装い他国の圧力を避ける方がいいという方針へと変化。こうして海軍は20年にもわたり金閣湾に放置されることになる。海軍増強が破産の一因とあるけどここで当時のオスマン財政のお話を。当時の国家財政は火の車。借金のための借金を繰り返し1875年10月、ついにオスマン帝国は破産状態に陥った。さらに露土戦争の敗北が追い打ちに、金を貸してる側の列強諸国の要請で1882年にオスマン債務管理局が設置。この債務管理局は列強の代表によって運営されておりオスマンは財政を握られ反植民地状態に陥ったんだ。そういうわけで海軍増強なんて予算的にできるわけもなく、またお雇い外国人は金がかかるわけでして、イギリスとの関係悪化、財政難から1876年アブドゥル、ハミト2世が即位した頃にほとんどお首に、が艦隊の整備もイギリス人に頼っていたことから船の維持、管理ができなくなり船の状態は悪化していったんだ。
ちなみに海軍の予算もごっそり減らされたことで海軍は窮乏。給料すら支払えないとか必要経費だけしかもらえてないと窮状を訴えていたよ。まあそんな切実な願いも大宰相府や財務省は財政難を理由に特別予算はあまり認めなかったんだけどね。こんな背景があってアブドゥル・ハミト2世の時代には海軍は壊滅状態に陥っていたんだ。あとイギリスとの関係悪化とあるけどどういうことなのか。ここからは当時の外交関係についても見ていくよ。オスマンは当初は新イギリス、反ロシアの外交方針をとっておりアブドゥル・ハミト2世もこの方針だったんだ。が1877年のロト戦争をきっかけに方針は大きく変わる。というのもイギリスは開戦前に戦争になったら援助は惜しまない。場合によっては軍事介入の可能性をほのめかしていたんだ。が開戦するとイギリスはオスマンの要請に対し知らぬ存ぜぬ。やったことは勝手に海峡へ軍を派遣したことくらい。ベルリン会議ではオスマン支持を条件にイギリスエキプロスを譲渡せざるを得なかったんだ。そして不信感が決定的になったのがイギリスのエジプト侵略。そんなことがあったためアブドゥル・ハミト2世は新イギリス政策から舵を切ることになる。アブドゥル・ハミト2世曰く列強の中で一番警戒すべきはイギリス。あいつらにとって約束は何の価値も持たないから、とのこと。ロシアをなだめつつドイツに接近、ロシア、ドイツとの接近でイギリスを牽制することが新しい外交方針となったんだ。話を戻して1889年7月14日、ようやくエルプールル号はイスタンブールを出発。ちなみにエルプールル号を派遣するときウラマーを乗せる計画があったんだ。というのもなぜか日本は多神教を捨てて一神教を受け入れる傾向があるように見たとか。でも準備されたウラマーが英語やフランス語能力がないことを理由にアブドゥル・ハミト2世が拒否したことから幻に終わったんだけどね。なお日本がイスラム化するのではという考えはかなり流布されていたようで、天皇がイスラム教に好意を寄せて改宗したとの噂が流れたり、日本がイスラム教国になるなら天皇をカリフにしようという声があったり、1906年に天皇がイスラム教に改宗して日本の国教をイスラム教にすることを宣言すると本当に報道されたりしたよ。緩和9代が27日にスエズで事故を起こした地王城。海軍省は航海中止、外国優先へ切り替えを行う方針を決定。がオスマン、パシャがドックに入れば数日で修理が終わると回答したため即撤回されたよ。しかしなかなかドックが開かず入れたのが8月30日と1ヶ月も経過。さらに数日のはずの修理が20日もかかり、9月23日にようやく出発したよ。ここからは順調に進み停泊した各地で在地ムスリムの熱狂的な歓迎を受けたんだ。シンガポールに着いたもののここからは風向きが悪く進めない、そして石炭を買うこともできない。そんなわけで風向きが変わるまで4ヶ月も待機し1890年3月22日、ようやくシンガポールを出発。石炭不足のため各地で補給したことからだいぶ遅れて目的地横浜には6月7日に到着したよ。予定では6ヶ月で着くはずだったけど結局11ヶ月もかかると大幅に超過することになったんだ。6月13日に明治天皇に謁見、新書その他を送り任務は達成。あとは帰国するだけとなる。ここでオスマン、パシャは日本は南風であること、10月まで台風シーズンであることからシンガポールに戻ることすら難しい。だから裏が、兵庫、長崎、上海で1ヶ月ずつ待機して風向きが変わるのを待って帰国したいと上申。少なくともオスマン、パシャは台風の危険性を把握していたご様子。で海軍省の返答はというと、1箇所には1ヶ月以上とどまらず10月まで極東海域で待機。順風を利用し石炭を節約しながらできるだけ早く帰国すること。そして帰還費用は5000リラで追加は絶対にしないというものと結構厳しいものだったんだ。がそんなエルプールル号に悲劇が訪れる。6月下旬なんと長崎でコレラが発生、これが瞬く間に日本中へ拡散。この時日本におけるコレラ感染者は46,016人、死者は35,221人、死亡率は驚異の 76.5% とまさに大惨事だった。そして7月中旬にエルプールル号でコレラの感染が確認。船が隔離され足止め、エルプールル号では結果35人が発病して11人の死者を出したよ。そういうわけでエルプールル号は9月まで横浜に足止め。9月14日出航が決まるものの台風が接近中。日本側はエルプールル号がボロ船であることから不安に思い出航を延期するように説得。一応オスマン、パシャもそのあたりは理解していたようで横須賀造船所に修繕を依頼。がこれらの感染を恐れた横須賀造船所はエルプールル号の入居を拒否。結局応急処置だけしかできなかったんだ。
しかし戦術の海軍省のお達しのようにこれ以上出航を延期することはできない。というのもこの追加予算は出さないという海軍省の返答で予算をケチっているのが伺えるね。実は順風満帆での航海前提で必要最小限しか予算が与えられなかったんだ。そのためスエズの事故により計画は破綻。予算不足から何度か本国と追加の送金交渉をすることになる。さらにシンガポールで風向きが変わるまで4ヶ月も待ちぼうけを食らったのも大きな負担となっていた。国庫が火の車であると同時に海軍予算も完全に火の車で追加予算を出せなかったんだ。結果十分な石炭を買う金がなく搬送に頼るしかなくなる。そしてタイミングを逃したことで風向きの変化を待たざるを得なくなり滞在費が増えるという負のスパイラルが発生。その資金難がエルプールル号の出航強行につながってしまったんだ。そういうわけでオスマン、パシャは局命が下っているとして出航を強行。結果9月16日夜中に暴風により遭難事件が発生。多くの死者を出す大惨事となってしまったんだ。さてエルプールル号の悲劇がオスマン帝国に入る。オスマン帝国が最初にやったこと。それは隠蔽工作、だった。というのも人災によって沈没しましたなんて発表したらオスマン帝国の威信が地に落ちてしまう。そんなわけで情報管制を敷きどう発表するか協議に入ったんだ。結果9月24日の海軍官報でようやく発表。わずか2ページだけだけどね。しかもうち半分は遭難前のエルプールル号の詳細に割り当て。で事故についてはさらっとだけ書かれていた。内容は船は万全だったと書かれ天災によって引き起こされた不幸であり不可抗力であったことを強調。つまり責任を曖昧にして自分たちは哀れな被害者であることをアピールしたんだ。しかもエルプールル号に問題があったのではと書いた外国紙は国内持ち込み禁止という徹底ぶり。エルプールル号遭難事件の原因は間違いなく台風。がそもそもの原因は船がボロボロであったことや予算をケチったこと。オスマンには日本まで航海できる能力がないのにもかかわらず強行したことが遭難事件の原因であったと言える。最初からオスマンには日本まで練習艦を派遣できる国力はなかった。むしろ日本まで来れたことが奇跡と言うべきか。つまりエルプールル号遭難事件は天災ではなくオスマンの人災によって引き起こされたんだ。一番の責任は出航前から反対を食らっていたのに強行させた海軍省にあると言えるね。このエルプールル号遭難事件は当時オスマンが置かれていた状況の縮図であったと言えるかもしれない。ここからは事件発生後の動き、日本側に視点を移していこう。9月19日17時、たまたま神戸港にいたドイツ軍艦ウォルフ号が救助のため大島に駆けつけた。一方日本海軍の動きは遅く20日早朝、軍艦八重山が横須賀において出発準備中だった。ちなみにウォルフ号はすでに護送に当たっていた頃だよ。またウォルフ号が出発したことから八重山を送ったところで行き違いになるかもしれない。そういうわけで大島派遣を断念することになったんだ。つまり日本海軍は出遅れたことになる。日本政府は東京に移送して治療を行う予定だったけどウォルフ号は神戸に移送したため神戸で負傷者を治療中。結局東京移送は断念せざるを得なくなったんだ。残りはこの生存者をどう本国へ返すかが問題に。この段階では海軍省、宮内省、外務省の対立で未だに送還計画について何も決まっていなかったんだ。9月24日、中日ロシア公使がロシアの軍艦で送還することを外務省に提案したとの噂が流れる。これをきっかけに新聞は一斉に日本が軍艦で送還せよとの大合唱が上がったんだ。この大合唱の公使となったのが、時事新報。ロシア公使の噂が事実なら外交上の大問題、日本の対面のために予算のことは考えず軍艦を使って送還するべきと主張したんだ。他の新聞も軍艦八重山がウォルフ号に出し抜かれたことを挙げて日本の対応を非難。特に送還に消極的な外務省が非難されることに。ただ日本の国家予算も逼迫してるし送還なんて大金かかることやりたくないって考えも理解はできる。この各紙の主張は前夜や国交締結を主眼にしたものではなく日本の対面を重視していたことが注目に値するね。要するにヒューマニズム精神だけでなく国威発揚、ナショナリズムの方向で世論が喚起されていたんだ。でこの世論の圧力によって政府は26日、軍艦比叡、金剛を派遣することを決定。まさに世論が政府を動かしたんだ。また海軍は練習航海を実施したいとの思惑があったよ。そんで1891年1月、比叡、金剛がオスマン帝国首都のイスタンブールに到着するも大きく報道されることはなく、この時点ですでにオスマン帝国やイスラム世界への日本人の関心は失われていた。5月10日に横須賀に戻り日本へ無事帰還。
それをきっかけに多少なりとも日本社会でオスマンやイスラム社会に対する関心が再び高まった。と思いきや、この翌日に来日していたロシア皇太子が切りつけられる大津事件が発生。国際問題になりかねない大事件により比叡、金剛の帰還は大きく取り上げられることはなくそのまま埋没。要するに世論はナショナリズムの発露の方で喚起されたのもあり遭難事件の記憶はすぐに風化し忘れ去られていった。結局日本人にとってオスマン帝国やイスラム世界は最初から最後までよくわからない遠い異世界に過ぎなかった。こんな感じでイルプールル号遭難事件は単なる感動秘話で説明できるものではない複雑なものだったんだ。ということで今回はここまで。もし〇〇から見たバツバツが見たいというリクエストがあればどうぞ。ってことでご視聴ありがとうございました。